僕らはとても愛し合ってました。ただいま。お帰りなさい。すぐに僕の部屋に越してきたんです。うわ、ありがとう。召し上がれ。いただきます。いただきます。うん、完璧なパートナーでしたね。今日どうだった？つまんなかった。今日も仕事でもしたら？あんなこと言わなきゃよかったと思います。それから彼女はフルタイムで働き始めたんです。むつみさんはいつも優秀で、真面目な人でしたよ。他の社員の手本となっていました。